宇都宮金綱は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将。宇都宮氏第九代当主。父は、宇都宮貞綱。母は、長井寺習の娘か子に、宇都宮宇治綱。名称、楠木正茂に、坂東一の弓取りと評され、恐れられるほどの武勇を誇ったと言われている。楠木正茂との戦いは、 宇都宮市を中心とした、東国武士の武勇を示す者として名高い。権限元年、宇都宮貞綱の子として生まれる。はじめは、北条氏特捜家当主、北条高時の変記を受けて、宇都宮高綱を名乗っていたが、後に改名した。現行の乱の百三十三年一月、北条高時の命を受けて上洛し、危機吉良党を率いて、 摂津国四天王寺にて、官軍側の名将、楠木正重と戦った。この時、正重は金綱より兵力では、勝っていたが、金綱の武略を恐れて、直接対決を挑もうとはせず、持久戦に持ち込んでいる。金綱もまた、正重の武略を恐れて、直接には、相対せず、結局勝敗はつかずして引き分けた。 正重は四天皇寺で退治した際に、宇都宮氏が坂東一の弓取りであること、そして危機よし両党の強さを、戦場で命を捨てることは、ゴミや悪田よりも軽いものと評している。その後、千葉や白攻めなどにも参戦し、活躍したが、六原短大滅亡後、五醍醐天皇の臨時を受け、官軍側に降伏し、包囲軍が会のきっかけとなった。 幕府滅亡後の剣務の申請下では、雑訴決断所の奉行職を務めた。1335年の中仙台の乱後に、足利高氏が、五代五天皇から離反すると、金綱は、高氏軍と戦ったが敗れ、翌年に、高氏に降伏してその家臣となった。北朝方になると、南朝方の北畑地下ふさの将、伊達行あっ中村協調の軍勢に、猛火。 カラス山が攻め込まれ、重心の葉が高貞富氏が打ち取られてしまったが、高氏が九州に落ちると、再び天皇のもとに帰参する。その後は、北畑秋家のもとで各地を転戦し、秋家の死後も東国における、南朝側の中心勢力の一人として活躍し、後村上天皇からも厚い侵入を受けた。しかし晩年は不遇だったと言われている。 昭平11年、塩文元年11月25日、55歳で死去した。正重を恐れさせたほどの武勇を持つ反面、和歌にも優れた才能を発揮し、親族古今和歌集には、金綱の作品が収められている。ありがとうございます。